ジョセフ・ブラント。宮廷画家、ジョージ・ロムニーが1776年に、ロンドンで描いた。ジョセフ・ブラントは、モ・ホーク族インディアンの州長、アメリカ独立戦争中のイギリス軍の主官タイエンダ・ネギぎは、当時のインディアンではおそらく最も知られた存在であった。ブラントは、ジョージ・ワシントンやイギリス王・ジョージ3世など、当時の多くの著名な人と会ったことがあった。 アメリカ白人の抱くブラント像は、東部辺境の白人入植者に対して行った、残虐行為が強調され、伝えられたものになっている。タイエンダネギーは、今日のオハイオ州、アクロンの近く、カヤホガ川の包みにある、オハイオ領土カヤホガで生まれた。折しも狩りの季節であり、モホーク族がその地に移動してきていた。ブラントは、大ンダネギーと名付けられた。 これは、日本の棒を強度を増すために束ねたという意味があるが、おそらく、二つにかけるものという意味だと思われる。ハンター、鳥手協会の記録を調べた、デイビッド・フォー博士は、ブラントの父の名前が、ピーター・テ・ホンワガ・カン・ギーラーカであった可能性があり、1753年以前に死去したとしている。他の資料では、父の名前を、ニクスカ・ナガラダンカとしている。 ブラントの母は、コーガナワが族の州長ティアオギーラの、メーマーガレットあるいはオワンダであり、ブラントの姉のメアリーと共に、ニューヨーク植民地の中東部モホーク側のカナジョハリーに、連れて行って生活し、その後家族と共にオハイオ側に移住した。ブラントの母は1753年9月9日に、ハンタートリデで、部族の州長、ブラントカナガラドゥンカと結婚した。 ブラント・カナガラ・ドゥンカは1710年にイギリスを訪れたサガエンド・ワラトンあるいはオールド・スモークの孫であった。このことで、ブラントの母の暮らしは良くなったが、モホーク族の州長は女系に引き継がれるために、子供たちにはあまり恩恵がなかった。しかし、ブラントの義父、カナガラ・ドゥンカは北アメリカの大イ,インディアンが問題の最高責任者であるウィリアム・ジョンソン教と、 知り合いであった。ジョンソンは、ブラントの姉モーリーと結婚し、ブラントを、コネチカットのエリエザー・ウィーロック牧師が経営する、ムーアズ・インディアン・チャリティ・スクールに送って、白人の教育を受けさせた。ブラントは15歳の時から、フレンチ・インディアン戦争の多くの遠征に、参加することになった。1758年、ジェームズ・アバー・クロンビー将軍によるジョー事故からの、 カナダ侵攻1759年のウィリアム・ジョンソンによるナイアガラトリデの攻撃、1760年のジェフリー・アマーストによるセント・ローレンス川を経由したモントリオール包囲戦などである。ブラントは聖公会の宣教師、ジョン・スチュワートの通訳としても働き、二人でマルコによる福音書もフォーク語に翻訳した。ブラントは聖公会員となり、 カナダでは最初のプロテスタント教会、セントポール・モホーク教会を作った。この教会は世界中でイギリス王室の支援を受ける12の王立教会の一つとなっている。スチュアートの描いた肖像画1786年1775年アメリカ独立戦争の戦いが始まると、ブラントは新しい北アメリカのタイインディアン。 問題最高責任社外ジョンソンと共にロンドンに渡った。ブラントは過去にもホーク族の領土だった土地に関して異議申し立てを国王に訴えたいと思っていたがほとんど支援を得られなかった。ロンドンでのブラントは著名人となり出版のためにジェームズ・ボズウェルからの面談もあった。ブラントはフリーメーソンにもなり 国王ジョージ三世手図から結社のエプロンを渡された。ブラントは1776年7月に北アメリカに戻るとすぐにニューヨークのダッシュを計画していたウィリアムハウの軍隊に入った。その夏から秋にかけてのブラントの活動は記録されていないが、ケルゼーはブラントがヘンリー・クリントン、チャールズ・コーン・ウォリス、 ヒュー・パーシーと共に1776年8月のロングアイランドの戦いで、ジャマイカパスでの側面攻撃に加わったと推論した。この時ブラントは、後のノーサンバーランド港、パーシー教徒信仰を結び白人との友情では、唯一修正続くものになった。ブラントは、ニューヨークでの戦いの後、モホーク渓谷の家に戻り、コイロ族に中立を捨てて、 イギリス側につくよう説得を試みた。1777年8月ブラントは、ジョン・バーゴイン将軍が指揮するサラトガ方面作戦を支援するために、オリスカニーの戦いで大きな役割を果たした。ブラントは、色恋族の州長ではなかったが、しばしばその朝廷者代表となり、バーゴインの作戦失敗の後は、約三百名のインディアンと百名の 白人王統派兵の連合部隊を指揮することになった。ブラントはこの部隊を率いて、1777年から1778年にかけて、ニューヨークとペンシルベニアの開拓地を荒らし回った。ブラントは、インディアンの戦士と共に、あるいは、志願兵を集めて、時には、イギリス軍の正規兵である、バトラーズ・レンジャーズや、王統派兵と共に、 多くの戦いに参戦した。1779年7月にはミニシンクの戦いで愛国者軍を打ち破った。1779年にジョージ・ワシントンがニューヨークを奪還するための軍隊を派遣したとき8月29日のニュートンの戦いでブラントはジョン・サリバン将軍の大陸軍に敗れた。大陸軍はニューヨーク植民地における インディアンの抵抗を相当し、村を焼き、色恋族を、ナイアガラトリデまで撤退させた。1779年から1780年に、かけての冬をナイアガラに宿営したブラントは、西のデトロイトに派遣され、バージニアのジョージ・ロジャース・クラークが指揮する、オハヨ軍援生態に対する抗戦を助けた。1781年8月、ブラントは、 クラークの文体を完璧に打ち破り、デトロイトに対する脅威を払った。1781年から1782年にかけて、ヨークタウンでのイギリス軍の降伏後の不満を抱く、西方のインディアン部族がイギリス側についたままでいるよう説得を続けた。ブラントは、ワイオミング渓谷の虐殺で悪名が上がった。 この虐殺はブラントが指揮したと広く信じられたが、実際には参加していなかった。ブラントは、チェリー渓谷の虐殺には参加した。独立戦争中、ブラントは、白人入植者から、怪物、ブラントの異名をとり、その古代された虐殺や残忍行為の逸話が、白人入植者とインディアンの間で、以後50年間もぎくしゃくした関係を見、 白人のインディアンに対する憎しみとなった。後の世の歴史家は、ブラントが関わった多くの戦闘を特徴づける、暴力的行為において、実際はブラントがそれを制止する側にいたとしている。その他にも特に女性や子供、非戦闘員に対してブラントが示した哀れみや、慈悲心についていくつか例を挙げている。独立戦争を終わらせる。 パリ和平条約の交渉では、イギリスが六部族同盟の功績を無視し、アメリカ合衆国にインディアンの領地を割上した。ブラントの混成によって、イギリスのフレデリック・ハルディマンド教が、オンタリオのグランド側にも、ホーク族の保留地のための土地の特許を手配した。次の20年間、六部族同盟のための勢力的な交渉人となり、インディアンが、 アメリカやフランスと同盟することを恐れるイギリスを動かしてカナダ政府の内外の白人たちの手からグランド側の保留地を守った。独立戦争後、ロ部族と東部より西側のインディアン部族との連合を働きかけ、北西部領土にアメリカ合衆国が拡張してくるのに抵抗した。ブラントの全部族を統合する試みは失敗したが、 後に小児族の州長テクムセの世代に受け継がれた。北西部での抵抗が全面的な戦争の様相になった時、ブラントは当時のアメリカ合衆国大統領、ジョージ・ワシントンの統率により和平の交渉に当たるよう求められた。ブラントは急戦をもたらすことができず、戦争は継続され、1794年のフォールン、ティンバーズの戦いで終わることになった。 オタワの勇者記念館にあるブラントの銅像ブラントは戦争では指導者であったが、モホーク族の宗長を継ぐ血筋ではなかった。しかし、ブラントの持って生まれた能力、初期の教育、また形成してきた人間関係で民族と時代の偉大な指導者となった。ブラントの終生にわたる使命は文化の変わり目に遭遇したインディアンを生き残らせることであり、 アメリカの歴史の最も不安定で、躍動的な時代の政治的、社会的及び経済的挑戦を乗り越えさせた。ブラントの人生を要約とすると成功と挫折という言葉では表せないが、彼は両方ともよくわかっていた。他の何よりも、ブラントの人生は失望と闘争で特徴づけられる。若い戦士、学生、農夫、夫そして父として、また、 イギリス軍の士官、英国教会への回収者、新約聖書の翻訳者と多くの役割をこなした。カナダにおける民族の土地に関するイギリスの役人との紛争は独立戦争後に相手がアメリカの指導者になっても深刻さを増しただけであった。1792年と1797年にジョージ・ワシントンとヘンリー・ノックスに招かれてブラントは フィラデルフィアに行ったが、その後西部の部族を和解させようとして、うまくいかなかった。ジョセフ・ブラントは1807年11月24日、オンタリオ古島の彼の家で死んだ。ブラントの老い、ジョン・ノートンに語った、最後の言葉はその民族のために尽くした彼の人生を反映していた、貧しいインディアンに哀れみを持って、大きな力に影響力を持つことがあれば、 それを民の幸福のために使え。その家は19世紀予測までブラントの子孫が使用し、現在はジョセフ・ブラント博物館となっている。1850年、ブラントの遺骨は34マイルの距離をグランド側の若者の方に担がれて、フラントフォードのモホーク教会の墓に移された。スチュアートの描いた。 もう一枚の肖像が1786年、ブラントは様々なやり方で署名した。以下が、その署名。ジョセフ・ブラントは生涯で3度結婚した。最初の妻は1765年7月25日に結婚した、クリスチーヌであり2人の子供アイザックとクリスチーヌが生まれた。妻のクリスチーヌはおそらく1771年の3月に、 肺病で死んだ。二人目の妻は、クリスチーヌのイボイモとスザンナで結婚後間もなくやはり、肺病で死んだ。1780年にブラントは、キャサリン・アドン・ウェンティション・クローガンと結婚した。キャサリンの父、ジョージ・クローガンは著名なアメリカの植民地人であり、インディアンと取引があり、ケガワショー、ニューヨークとペンシルベニアとオハイオにまたがる土地の、 所有者権投機家でもあった。母は、モホークの出で、キャサリン・テカリホガと言った。ブラントとキャサリンの間には7人の子供が生まれた。ジョセフ、ジャコブ、ジョン、マーガレット、キャサリン、メアリー、エリザベスである。妻のキャサリン・アドン・ウェンティションはその母を通じても、ホーク族の最高位である、カメの氏族の長であった。キャサリンの相続権は、 もうホーク族の州長、デカリホガを指名することであった。キャサリンは兄弟のヘンリーを指名した。ヘンリーとキャサリンを通じてブラントは大きな影響力を持つことができた。ジョセフ・ブラントとヘンリーの死後、キャサリンが一番若い息子、ジョンを指名したが、結婚前に死んだ。ブラントの長女マーガレットが、 ウィリアム・ジョンソン教とモーリーの孫、ウィリアム・ジョンソンカーと結婚し、その子が州長を継いだ。ブラントの3人の息子、ジョセフ、ジャコブ及びジョンは1812年の米英戦争で、イギリスに加担して従軍した。ジャコブは次男であり、祖父のクローガンとよく似ていたと言われる。ジャコブと兄のジョセフは、 ブラントの初期の良き指導者、エリエザー・ウィーロックの息子ジョン・ウィーロックが学長をしているダートマス大学で学んだ。ジャコブは1804年にもホーク族のルーシー・マッコイと結婚し、6人の子供が生まれた。その長男ジョンは2回の結婚で8人の子のお父となった。ジョンのイツオロバートの息子、キャメロン・ディー・ブラント中尉は、 第二次世界大戦で戦死した30名の色濃い6、部族連合出身者の最初の戦死者となった。また彼は、同大戦でのアメリカインディアン発の戦死者であった。ジョンのムツオジョン・シドニーの孫ジャコブ・シェルビー・ブラントは、高校卒業後カナダ陸軍に入り、第二次世界大戦の1944年に、ベルギーで戦死した。ブラントは、アメリカや、 海外の画家に肖像を描かれることが多くあった。特にそのうちの二つは、アメリカ、カナダ及び、イギリスの歴史における、ブラントの位置づけを特徴づけるものである。ジョージ・ロムニーの描いた肖像は、ブラントがイギリスに行った1775年から1776年の間のものであり、カナダのオタワにある、ナショナルギャラリーに展示されている。 チャールズ・ウィルソン・ピールによる、肖像画は1797年にフィラデルフィアを訪れた時のものであり、インデペンデンス・ホールに展示されている。ありがとうございます。